本日はこのふっくらおにぎりツナマヨを食べていきたいと思います。いや、安定のツナマヨですね、こちら。またせっかくなんで断面を見たいと思うんですけど、切ってみますね。切ったんですよ、こんな感じですね。ビニールがちょっと外してから切ればよかったですかね。とりあえずこれで、どうしようって話ですけどね。ちょっと大変なことになりました。まあ、多分こうなるはずですね。早速いただきたいと思います。やっぱ安定のツナマヨですね、これ。なかなか美味しいですけど、もうちょっと、もう一声って感じですかね。具の量がちょっと少ない気がしますね。贅沢は言えないですけど。こう見ると、普段のおにぎりって絶妙なバランスでなってるんですね、これ。やっぱりこれはダメです。おにぎりなんですけど、食べ方失敗しました。まあ普通に食べますけど、ということで本日はこのふっくらおにぎりツナマヨをいただきました。まあ、なかなかって感じですかね、ところで。以上です。ご視聴ありがとうございました。